中にもプロを狙えるたくさんいると思いますので、今日はぜひ監督選手と、サッカーについてですね、いろいろ聞きたいことがあったら何でも聞いていただいて、技術を磨き体力を磨いてですね、ぜひこの夏から将来、コンサドーレのプロの選手として、またですね、トカチの子供たちが集まっていただくことを期待したいと思います。この JA 親善大使、今日は一箇所でやらせていただいてますけれども、サッカーをやりながら、それからファミリーの皆さんも一緒にですね、スポーツのことだけではなくて、食べ物のこと、同じ元の農業のこと、一緒に考えるという機会でもございますので、これから一緒に行っていただきたいと思います。この催しにあたってはですね、トカチ農協連さんをはじめ、それから最後に、コンサドーレ、今年4年ぶりの J1 ということで今戦ってます。今週はこの後ちょっと、お休み期間が入るんですが、その後ですね、またですね、コンサドーレは調子を上げて、上を目指していきたいと思いますので、ぜひ今日ここにいらっしゃる皆さん、それから子どもたちの皆さんもですね、機会がありましたら、今年はちょっと札幌でしか試合できないんですけれども、札幌に来ていただいて、コンサドーレに対する、応援の方も改めてよろしくお願いしたいと思います。今日はどうもありがとうございました。それでは、本日の JA 親善大使並びにサッカー教室のコーチを紹介したいと思います。それでは一言ずつね、ご挨拶をいただきたいと思うんですが、皆さんもね、大きな拍手をお願いいたします。それではコンサドーレ札幌ミドフィルダー背番号15古田博之選手です。一言お願いします。皆さんおはようございます。コンサドーレ札幌の古田です。今回は菊池選手と一緒に国中で来たわけなんですけど、なかなかここに近いもないと思います。それではサッカー教室に移りたいと思います。ここからは一体感